おはようございます。橋本です。よろしくお願いします。えっ、ー、と、本日1本目。えー、これは、えー、今日現在の最新の医師屋情報ということで、えー端、端的に話していきます。よろしくお願いします。いきます。えー、コオロギ食でパスコ、うんパンのパあの、パン屋さんのパスコ、不買運動。 えーまあ、日本人どんどん覚醒しているぞというタイトルね、うんえーと。今度はね、コロコロの次があれだよね、あの昆虫食、虫、うん、コオロギ食、ね、もう煽ってるけど、食えないな、これな。<laughs> で、今、初めて知ったんだけど、えー、パンにこのコオロギ食を入れてるっていうことがなんか出たね、パスコ。 すごいね。ちょっとこれ読むね。えコオロギ食は発がん性物質を持ってて、え、それ以外にも食べるのやばい昆虫食といっても、地域ではイナ,イナゴ、イナゴや蝶のことか食べたところがある。うん、イナゴは草食。 草の食ね。対してコオロギは雑食。うん、いや、なんか話すだけでもゾ,ゾクゾクしてくるよ。ですごい。何、えー、こコオロギ推,薦推進すれば補助金をもらえるんだ。すーげえ。補助金目当てに続々とんでもない企業だって。うわコオロギ食、参入の会社。 え無印良品。うん。NTT 東日本。東日本。NTT 東日本。養殖してんの。うわ。日霊。昆虫食の会社と資本提携。うわ。カルビ。えレシピグ、何レシピ、グランプリに協賛。敷島製パン。うん。パスコ。うん。それから何 遠、えー、の酒造、ビール、うん、野田醤油、うん、うわぁ、他にもいっぱい出てるね、これはちょっと、うん、で、これ大ちゃんの考察ね、えー、今回これで一番言いたいのは、コオロギの危険性というよりも、えー、これで日本人を一気に目覚めさせているということ、うん。 コオロギ食を開発したメーカーに対して不買運動が起きている、うん。これがワクワクよりも圧倒的に見える形で目覚めている証拠。宇宙的に見れば、ワクワクは、何うん、何レプ DNA 排除、うんうん。本格的に、えー、健在意識でも目覚めさせるのがコオロギ食。 コオロギ書の役目だって。<laughs> 話してるだけで気持ち悪いや。<laughs> 次。えー、間補修で、えー、あワクワク投与が犯罪になるという。これちょっとね、簡単にしか言えない。バンされっから。<laughs> うん。間補修、ついに、ね、ワクワク投与が、ね、うん。やばい。もうこれいう言うのやめた。<laughs> うん。 えそれで、えー、ニュールンベルグ裁判でかなりの、ねえー、ワクワク投与した医者がたくさん消えているという情報があるんだ。うん、ちょっとこれ以上言えねえな。バーンされるかな。うん、次、えー、世界の74%がブリックスになったって。これすごいな。うん チャーリーさんから世界の74%がブリックスになったと、えー、来た、うん、これすごい、これいいニュースだね。えー、もちろん、えー、ブリックスと GCR、それから RV、ネサラゲサラは、えー、密接な関係だよと、うん <laughs> うんえー。プーチン大統領もネサラゲサラについて演説で公表した、もう後戻りはできないよ。 <laughs> うんえー、プーさんの演説の中でゲサラを彷彿とさせるような話がいくつかあった、ピックアップ、うん、家庭向け資金が18%増加したもっと家庭に与えるべき教育費とお金の引き上げこの資金を国民に還元する。 これは特に地方で貧速に行われる必要があると述べた。うん。利子控除はなく、自動的に支払われる。手数料は政府に支払われますが <coughs>、えー、これらのプログラムをわざわざ探す必要はない。すぐに利用できる。うん。これどういう意味だろう利子控除がなく。要はは利子は確か、えっと えー、ロシアの国がほほ、えー、と補填するのことを、ね、言ってた覚えがあるな <laughs>、うんえー、私たちはすべての学校を作新・改革するため新しい大規模なプログラムを開発したすべての資金にはこれを行うために提供され私たちはさらにそれを構築し、えー、資金を提供します。うん 交通機関の更新とクリアウォータープロジェクトに資金を提供します。うんうんうん、えー。政府議会は直ちにこれを開始しなければならない。すぐにでも。うん、素晴らしい。これ素晴らしいね。うんえー、次、えー。トランプ政権下の元国務長官が、えー、2024年選挙はないと言ったぞって。おっ。そう トランプ政権下の元国務長官が断言したう。すげえな。バイデン政権廃止で今年開催されるクエスチョン。うなんか意味深だね、これ。えプーさん大統領もネサラケサラを暗示したでしょうう。なんかあるね。アメリカは大統領の日。 に、アメリカ国内でトランプさんのみが演説を行った。バイデンはその時国外にいた。<laughs> すなわち現在、アメリカの大統領は、えー、トラちゃんだよということを推測させると。うん、すげえ、うん。これすごいよな。 うん、あと7分。じゃあもう一個ちょっと言っとこう。大事な話ね。えっとね、えー、っと、えっと、これだ。えーっ,とつえー、っとね、トランプ大統領が、えー、アメリカのすごい大規模な脱線事故現場に駆けつけて支援物資を届けたっていう、この記事なんだけど、ね、ちょっとだけ読むね。 えー、大統領の日にバイデンがアポなしでウクライナに行った、ね、行ったんだよね、実際はポーランドだって言うんだけどさ、その時、えー、トラちゃんは、ね、このオハイオの列車が脱線して、そのお演説を終えた後すぐに救援物資を届けに行ってるんだって、すごいよね、うん、でこの、えー、脱線事故が、なんかやばいらしいよ。うん 石屋によって、ね、爆破されたんだって列車。でね、中に有毒ガスだかなんか入っていて、えー、とここの地域、まあ、どれぐらい半径何キロだかしんないけど、何百キロかもしれないけど、なんか住めないんじゃないかって言われてるような大変な事故なんだって。で、これを隠すためって言ったかな、隠すために石屋のマスコミはくだらない UFO の、そうそう、UFO が出たぞみたいな。 一斉に、えー、と大手マスメディアが、この脱線事故だかなんかの後あとを、あとあれだ、とロシアと,、えー、とドイツのパイプラインの爆破事故のことが表に出ちゃったんだよね、あれが、あのトランあのバイ・バイ,バイデンチームがやったってことを公にした、ねえー、ジャーナリズムがあった、でそれがいきなり SNS でブわーンって拡散されたんだけど、 そのの時にこのニュース一切封印したの。それとこれこの,、えー、おあの列車事故で、ね、これ両方とも完全にあの石屋の仕組みで絶対バレてほしくないからその時の1日2日のニュース番組は UFO とかそういうね全然違うニュースをいろんなところが特番組んでやってたっていう話があるのね、うん、でそれももうすでに SNS で拡散されてるの <laughs> ね まあ、そういったことでき、まあ、今日の最新ニュースはえ簡単だったけれども、えー、話しさせていただきました。でえー、っとこのね、えー、このオハイオ州のこの列車事故は何かねあのぐあの、かなりやばいものが中、その列車の荷物に入ってたということでこれから多分ね、公になってくると思います。相当やばいものらしいよ。やっぱり。 あのなんだろう、兵器じゃないけど、人を殺すための何か、そういったものだったらしいということが、一応、ま、あの分かってきてます。でこれは、及川幸久さんの,あのチャンネルで詳しく、この2つの話は、ノルドストリームとこの列車事故の話は解説されてるんで、ぜひ聞いてみてください。よろししくお願いします